ドミさん、テクでございます。妄想ファーム2リセットできない縛り、今回もやっていきたいと思います。今回の能力チームはこんな感じでございましたな。はい、今準ピークに入りましたんで、順当にこのまま育てていきたいと思います。はい、成長のパターン表のやつを出すの忘れてた、ごめんなさい、出します。はい、やっていきます。もう餌も与えて一発目からっていうのは分かってるから、いきなり変動力からいきます。はい、ゴー。俺は必ずそうやってピッチリ終わってるはずやから、自分を信じて確認するまでもない。よーし、いいね、いいじゃない、すごくいいじゃない。よっしゃ、賢さの何か入ってく。とりあえずね、命中の上がりがもうクソ悪いから、もっと頑張ってほしいんだけどね。本当のこと言うと、もっと上がってほしい命中。でもしょうがないかな、適性が悪すぎるんだよね本当に。もっといいモンスターだとね、今頃もうめっちゃ強くなってんだけどね。残念ながらだね。ああ前えい7えい、まあちょっと準ピークやからね、ちょっとピークから若干落ち着いて、ああこれなくなったね、ちょっと買いに行こう。おし、ばあちゃん汚すがいい、この俺に汚すがいい、お花をあげよう。で買います。まず6個、オイル6個だね。これ2個、3個、4個、5個、6個。OK! で、草を5個。2個、3個、4個、5個。6個買えないですよね。おいおい、ほい。順当にね、まあ、今んとこ割と順調な方だと思うんだよねこれね。遠藤ゆか、よし、ゆかやっていこう。本当はもっと回避早くやめてもいいかなと思ってたんですけど、ちょっと丈夫さ上げるの時間かかりそうなんで、回避中心で攻めようかなと思ってます今のところ。いや、いいね、この能力値のね、この伸びですよ、わかります、この伸びがね欲しかったわけですよ。グイグイ伸びてくからね、グイグイって。さあ食べればいい、よし。で命中、すかさず命中。命中800までいってほしいんだよな、800ぐらいまで上げときたいんだよね。もう絶対外さないぐらいがいいんだよ。一撃必殺100発100中、これ大事、本当大事。よし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 、悪くないですよ、悪くない。8はだいぶ悪くない、8って結構上がってる方やからね。さあビタミンもどきを受け取るがいい。もうめっちゃ嫌そう、もういい加減慣れると思うんだけど、こんだけ食わされてたらさ、もう嫌いな食べ物も若干慣れへん。そうでもないの、まだダメ。ゴンザレスの調子はいい感じ、よし、いい感じね、もう素晴らしいね、素晴らしいけど、まだまだちょっと大会には行かせねえよ、まだだよ、まだ今一番大事な時期だからね。この時期にいかにどれだけ強くできるかっていうのは全てこう勝負の分かれ目。さあ変動していく、はい飛ぶ、いいね、はい飛ぶ、いいね、はいジャンプ、オッケー、いいじゃない、よいしょ、回避400、いいね、いいね、いいね。もうどんどん能力値上がっていくよね、こう楽しいね本当に。このなんかピーク期間のこのガンガン能力値上がっていく感じすごい楽しいよね。よいしょ、これが快感ですよね、このぐん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 上がっていく感じ。そしてこれが大会出た時にこの相手モンスターと自分モンスターの能力の対比でね、こう出るとすごく気持ちいいですよ。自分のモンスター強いとドヤーみたいな、ここまで育ってドヤーってなるわけです。よしよし、あ、来た来た来た、いいよいいよいいよ、作り直しいいよ。さあ5000円高えね、高えけどしょうがねえ。そうそうそう、このね建て替えのイベントが大事。よし、最大大事だった、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、これ大事なイベントですよ、これ祭壇の建て替えイベント、これ非常に大事です。
このために祭壇立てたんですよ。このイベントを見るために立てとかねえとね、見れないんでね、このイベント見るために立てました。さあ行こう、丸太じゃなくて変動床。よし、忘れた、これ今2周目だったな、2巡目だったね。これ覚えとかんとね。何回建て替えんやったっけな、ゴースト。あ、これで次だ、次、来年だ確か。来年、今大きくしたんで、これで来年に言われます。もう一回、来年にアイテムが1個もらえるんですよ。アイテム、そのアイテムで、レアモンが再生できるようになります。いいっすね。次の合体モンスター考えてなかったけど、そのアイテム使うっていうのもありだな。モッコも消してしまうってそれも一つありだね。すごい貴重だけどさ、モッコも。オッケー。でも勝つためにはしょうがない。相性いいやつがいたらもう消してしまうってのもありですね。よし、ビタミンもどき、これで3巡目ですね。さあ、この3巡目は注意せんというか、3巡目は軽トレーニングに1回変えんとダメなんだよね。それをね、マジで忘れそうで怖いんだよな、俺。もうちょっとでピークが始まってから1年が経過します。ピーク始まってから1年が経過した、それすなわち、黄金桃をついにあげる時が来るわけですね。OK! 変動床 OK!何？あげるわけねえやろお前。何をふざけたこと言ってんのお前。ちょい、大成功したら考えてやらんこともないな。大成功したら、ね、甘やかすとね、ロイヤリティっていうか、あれか、もう一個の育成方針が下がっちゃうんでね。よしこらよしこいや、ゴンザレスは元気だよ。いいね、いいっすね、ゴンザレス。はい、夏味噌をあげます。夏味噌、しっかり食べてくれ、夏味噌。よし、命中、射的。淡々とね、能力値上げていくだけですから、今はね。成長の時です、今は仕方ない。じっくりと確実に強くしていく時期でございます。まあ、ここを頑張ることによってね、後々のこの爆発があるわけですよ、爆発が。ここしっかり頑張っていきましょう。今は耐える時ですよ。いやもう後でね、多分スカッとするのは見れますから、後でもうゴンザレス無双が見れますからね。相手モンスターをバッタンバッタンなぎ倒していくかっこいい姿見せられますね、多分。さあ、ここで間違えちゃダメ。ここで危ない、それいらない。射的、ここで射的を選ぶ。OK、完璧。これね、この1回射的を選ぶことが大切、すごく大切。いいね。実にいいね。ドイヤーつって、ドイヤー、上がりが悪いよ、上がりが。もうちょっと上がって頑張って、ゴンザレス頑張ってくれ。もっと君には期待してるんだよ。まあでも過去最強になれる、この実況をやってる中で最強になれるポテンシャルは十分に秘めてるんで、この子今の時点で多分すげえめっちゃ強いですからね。ちょっと丈夫さ1なんで、当たったらすぐ死にますけど神走行ですけどね。でもまだポテンシャル的には十分ある、十分。 OKOK、 よしこのポテンシャルを最大限に生かしてほしい。さあ、ビタミンもどき、また1巡目に戻りましたか。これでまた変動床を取り入れていきます。どうしようかな、桃上げた時にさ、こう命中を上げるのいつやめるかってすごい大事なポイントなんですよね。命中のここが要するに最後丈夫さ上げる枠になるとこもあるんで、いやーでもなー、ちょっとだ、そんな簡単には命中やめれねえよな。やっぱり800だよ、やっぱ800欲しいよ。確かにリーフショットで命中 S やけど、あれそれリーフショットもう当たらへんの嫌やからね。当てたら絶対勝つぐらいの勢いが欲しいからね、一撃必殺みたいな。絶対勝つまん、それが大事だから。危ない、アイテム買いに行きます、ショップ。はい、今回は草を6個買います。お金すげえ減ってるよね、悲しくなってくれ本当にお金の減りが俺を悲しくさせてくるよね。あれだけ今までのいろんなキャラたちが稼いできたのに、ここでなくなっていくっていう。
まあそういうもんですよ。やっぱモンスターファームもお金すべてですから。逆に言うとお金さえあれば何でもできるんだね、このゲームも。お金がすべてだぜ。これで5個は多分買った。これ以上買えないはず。あ、やっぱりね。ほら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 、やっぱりそうだよね。ちゃんと数えてたから。ちゃんと数えながら、数えながら喋りながらみたいな。大変大変だね。数えながら喋りながらですよ。よっしゃ、育成ウェディング射的。さあ頑張って命中率上げていこう。お前の力見せてみろ。よいしょ、いく。いいね、実にいいね。喜んでおります、超喜んでおります。8、よし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 。来月ですよ、来月で、来月でちょうど、あの、待って、黄金も上げるときはさ、どこ消すのが一番いいやって。あー、そういうことか。ちょっと桃を与えるタイミング考えんとあかんねんな。このローテーションの中で上げたら一回も上げれへんわけやもんね。ちょっとあれか、1回分夏味噌を削らないかんのかな。でもあれなんだよ、ビタミン普通以上前提なんだよね。うん、ああそうだ、これビタミン普通以上前提か。結構それはさ、しんどいね。あ、どうしよう。え、ちょっと悩む、ちょっと悩むし、今第5段階まで落ちたな。第5段階まで落ちたな。俺さ、ピーク始まったら6月の4週からやと思ってんだけど、多分これな、6月の4週より早い段階で始まってたんだよね、ピーク予想では。まあ上げても良さそうなもんなんだけど、まあとりあえず一応6月の4週から絶対ピークやっていう判断ができたから、そこはそれでいくけど。あ、そうか、桃の時を軽トレにすればいいだけなんか。なるほどね。 OK、 大成功、素晴らしい。ゴンザレス頑張って、褒めます褒めます、いいね。どうしようかな、これストレスたまらねえ。大丈夫、まあいいか、やれるようにやってみたらいいさ。まあ、ビタミンモード嫌いやったら運命だな、もう運命だよ、もう一日休ませてもいいよ、もう休息挟んでもいいよ、もう。よし、 OK。 さあ2周目に桃あげる感じでいきましょうかね。綺麗なお花どうしたんですかと。いやいやいや、ありがとうゴンザレス、お前いいやつだな。さあゴンザレスは元気みたい。アイテムで、ここはまずオイリーオイルを、オイリーオイルをあげます。はい、第5段階まで入ったね。準ピーク終わったね。普通で言ったらもうこれで終わりなんだよね、準ピーク終わったから。もうこっからもう下降戦なんだよ、能力値的には。やばいよね、もうこっから下降戦とか、もうモックン取ったら罪だよね、ただのね。全然強くならないよね、こんなんで。 OKOK、まあ、11ってすごいけどさ、第5段階で11ってほぼもうマックス振り切ってるもんね。いくぞ桃、ファイヤー。桃を上げたら1年前に戻ります、全てが。これでこの子の体は1年前に戻りました。1年前になりました、1年前。さあ射的をしましょう。さあこれでピークに戻ったから、多分能力値の上がりはすごく良くなると思うんだけどね。またどうですかと。わかんねえね。ああ、6は最低出るようだからな、上がり幅としては。6のレベルマジ低いからね、ちょっとあれだけど。オイリーオイル上げてみて、さあ受け取れ、食べて食べて、射的。あ、しまった、射的じゃねえ。あ、まあいいんか。あ、桃ローテやからいいんだな。あ、そうだ、桃だからいいんだ。桃の時はこれでいいんだ。そうそうそう、桃の時はこれでいいんだ。あぶねえ、びっくりした。7か、わかんねえな。7じゃわかんねえな、ちょっと。7じゃ。7はわかんねえよ、ゴンザレスくん。どうなんだい、正直なとこどうなんだい、教えてくれ。君は今ピークなのか、戻ったのか、ピークまで。あ、ちなみにピークに入った判定をしてから1ヶ月前に戻しましたけど、ピーク終わりって大体こんな感じですよ、普通に育てて。弱いね弱いね、正直ね。
これで桃を上げることによってもうちょっと底上げが図れますけども、ちょっと厳しいところはやっぱあるよね。丈夫さがなー、しんどいよな丈夫さな。もうちょっと頑張ってほしいとこないかな、丈夫さに関しては。ダメかな。さて、じゃあ1年後の6月の4週までは、引き続き継続したローテーションでやっていきます。さあ上げて、もうマジ元気、マジ元気、マジ元気。はい、オイリーオイルを上げましょう。これで多分ね、今リセットされたはずなんですよね。また1巡目からなんですよね、これで。そのはず、そのはず。だからこっからまた普通にやればいいんじゃねえかな。それはあげない、それはあげない。残念だけどね、残念だけど、それあげれねえんだわ。でもここでお前がこう大成功するぐらいのそれを見せたら逆にねみたいなとこあるけど、それないんだよ残念ながら。いやー残念ながらないわけですね。なるほど、よし、とりあえず、とりあえず桃を使ったから、その効果はちょっと後々見ていくということでそれ今のところなんか確実に戻ったなって感じが全然ないんだけどね。それがなあちょっと残念なとこだな。よいしょ、2周だから射的だ。はい、射的最高、ファイヤーファイヤーファイヤー、オッケー、いいんじゃない？喜んでおりますね。6、うーん、6じゃわかんないよ、6じゃ。6最低ランク、今んとこなんかその能力値の上がり幅、ピーク時期やったらこっからここまで能力値上がるはずですみたいな幅の一番下のやつしか出てないから全然わからへんよね、ピークまで戻ってんのかちゃんとこれ不安だよね本当にね。変動か、よいしょ、この子で俺桃取りに行かそうとしてるからね、もう一回桃自分で。それがうまいこといかんとな、次のモンスターに差し障るんだよね。なんとか頑張ってほしいんだけどね、そこに関してはいけるかな。そこはゴンザレスに俺全てをかけてんだけど、頼むぜゴンちゃん、ゴンちゃんならいけると信じてるか。果たして、果たして射的命中率800いってほしいな、800、800いってほしいな。もう一皮むけてほしいんだけど、もう一皮、もう一皮むけてほしいね。どう、おい8、いいね8、8はいいよ、8は寿命戻ってる感じするよ。いいよいいよ、寿命の戻りを実感させていくよ俺に。いやショック受けてるけど、ショック受けてるけど関係ない、そんな関係ないねっつって頑張ってください。気合で気合で、また花持ってきた、よう持ってくんなほんまに、すごいね。あ違った、か僕の見えたか、かぼちゃって言われた、かぼちゃって言ってしまった、かぼちゃって、かぼちゃじゃねえよって話だな、かぼちゃじゃないね、かぼちゃじゃ、僕の見だったね、思いっきりカーでつくの言ってた。よし売ろう、これがな、もうちょっと高かったらな、すげえ嬉しいんやけどな。あ、残念ながらの金額やからね。まあ、足しにはなりますよ、足しにはね。足しにはなるんですけど。さあ、オイル6個買います。油を6個買う。油をよこせ、油を。オリーブオイルみたいなね、今思うとね。油6個買って、次、夏味噌を買えるだけ。4つだな、多分。多分4つしか買えない。もともと1個持ってますからね、俺は。ちょっとこれで OK。 あ違う、黄金桃売ったからもう一個買えるようになってる俺。そうだ、売ったじゃない、黄金桃使ったからもう一個いけるようになってるんですね。素晴らしい、道具の圧迫が一つ消えました道具の圧迫が一個消えたから、そうだね、なるほどなるほど。さあ変動床いくぞ、さあ変動する床で頑張ってくれ、頑張って能力値上がるんだ。もうそれしかお前に残された道はねえぞ、最強になるにはそれしかねえんだもん、頼むよ。いいねいいね、いいんかこれ、いいんか、うん、どうなんだ。言えることは、言えることはもう頑張ってくれとしか言えねえ、頑張ってくれとしか。よし、
射的。最も重要な能力、射的。これが一番重要。もう今後のモックの強さを決めるのはここだから。よし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 。今ここでな、700とか言ってたら安心なんだけどね。残念ながらのとこあるよね。おいに、おい。油を飲ませるんじゃ、油を。油飲ませて。OK。そして変動力。ひたすら変動力。変動力がこんだけやってると、こいつの根っこもすごいことになってるけどね、もうね。このトレーニングでも多分もう俊敏に動くためのトレーニングだったら、もう根っこのこの縦に上下にブルンってしてからの移動みたいなめっちゃ速そうだね。キュッていきそう。あ、今ピークですね、ピーク。オッケーオッケー。14の能力値上がったってことは、今ピーク期間の能力値の上がり幅まで戻ってるって証拠です。14は。いいですね。かなり。かなり順当ですよ。素晴らしい。これでもさ、丈夫さ、俺回避最初ね、予定は賢さ800の、回避800の、回避500の、命中800で、800、800、500でいいなと思ってたんですよ。で、丈夫さをあとできるだけ上げるみたいな感じだったんですけど、割と来たね、もうね、来たね。やめるか？やめて丈夫さ移るか？ここ賭けやな、結構。もうトレーニングのローテーション変えてしまうってことなんですよ。もう重トレーニング入れんでいいかな、みたいな。重トレなしで、軽トレーニングだけでひたすら上げていくっていう方法。それでもいいけどね、もうね。ありっちゃありやけどね。もうだって割とね、思ってたところも、ああ、でも丈夫さの上がりが悪そうな気がするから、回避をもうちょっと上げようかなって話はしてましたね。あの、生放送とか、いろんなところでそういう話はしてましたから、そっちに行こうか。それにシフトするかなって感じはするな。もうなんか思ってたところまでは来た感じはあるんで。800以上はね、まあ、900とかまで入っても強いですけど、普通にストーリークリアするだけやったら、そんな900も能力値いらないっちゃいらないんだよ。800ぐらいで十分は十分なんだよね。命中900超えててもいいですよ。それ高い方に越したことはないんですけど。そろそろだから変換期、転換の時期なんですよね。今これ3巡目ですから、ここもう軽トレーニング、この変動力が1回やったらあと軽トレーニングだけですけど。そうするモック、そうしちゃう君。そうするかね。その方が君にとっては幸せなんじゃないかなって思ったりするんだけどな。そういう時にかけて1回でこういかへんやろな。1回でいかへん感じな。ちょっとムカつくよな。そういう話をした時ぐらいさ、1回でスパーンって言ってくれよ。スパーンって決めてくれよ。ダメ。そうですか。射的射的。何違うことしようぜ。射的だよ射的。さあ、命中率を鍛えていく。アタック。ここで大成功していくところはすごいけどね。ここの君のこの真面目さ、素晴らしい。評価しよう。12。来たね、来たね。いやー、もう良さそうだな、本当に。良さそうだな。うん。3巡目ですから、ここも軽トレーニングにします。本来は重トレーニングなんですけど、今3巡目なんでね。ローテの3巡目ですから。まぁ、ちょっと落とします。疲労をちょっとね、溜めないということが大切ですからね。はい、射的いきます。700ドルか。もう行くんちゃうかな、でも。いいね。実にいいよ、実に。オッケー。いや、いい能力値の伸びや、いい能力値の。まだまだ。まだまだガンガン君ならいける。夏味噌を上げていく。多分ピーク始まってすぐじゃなかったからな。多分ピーク始まってたんだよな、絶対な。早い段階で。ちょっと能力値の伸びは多分いまいちになるのは早い気がするけど。それでも頑張ってくれ。よし、いいね。てん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 つって。よし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 。7ね、7。7はまだセーフだよ、7。7はセーフ。ビタミンもどき。よし。食べるがいい。じゃ少なくとも6月の4週ぐらいで第5段階は準ピークが終わるってことなんだよね。さっきの感じからいくと1年戻っただけだから。そのぐらいには準ピーク終わりますから、そのぐらいから大会出していけたらいいわけだ。逆に言うと、逆にね、逆に言うとそのぐらいの時期から大会出していきましょうっていう天からの、天からのこうおぼし飯なわけだね。
オッケーオッケーオッケー。逆に割り切っていこう。もうそこまで来たら大会出すと。そこがもうゴンザレスの限界点だと。そういうことだな。そういうことだ。そういうこと、そういうことじゃ。さあ、これが最後の変動床になるんじゃねえかな。お前、わがままになってきたな。ダメだ。しっかりやってくれ。頼むよ。心を鬼にして。心を鬼にしてスパルタンしていく。これでもロイヤリティスパルタじゃないからね。さあ、思ったとこまで来たけど。どうすっかな。俺の当初予定したとこまで来たんだよな、能力値。命中以外。賢さ、命中回避の話ですよ。回避もうちょっと上げよう。やっぱさ、丈夫さ上がんねえと思うわ。普通のキャラだったらさ、丈夫ささ、こっからでも多分全然上がるんだけど、モックだからね。こいつだからね。こいつ上がんないからね、本当に。もう適正値ゴミだから。適正値残念すぎるからね。うん。ダメだから、もう、やろう。600まで行こう、600まで。俺はもうかける。そこの判断間違いじゃなかったことを祈るわ、もう。ちょ、トルネード捨ててもいいよ、もう最悪もう。丈夫さ上がらんくて覚えへんくても。ええよ、もう。他のもう能力値で、力でねじ伏せていく、力で。力こそ全てだよ。なんかさ、トルネードで相手打たさんかったらいいね、もう。先手必勝だよ、先手必勝。相手攻撃打たれたらこいつ終わりなんだから、もう。先手必勝。一番最初に自分で攻撃仕掛けて勝つ。あともうずっと俺のターン。っていう戦術でいこう。それしかねえ、もう。よっしゃ、ほら。よし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 。この上がりやったらでも大丈夫です。そんな焦る必要ないよね。14はやばいからね、14は。バッチリピークですね、今ね。よしよしよし。たった5回すれば、だってもうこれで回避いくわけですよ。ね。そう考えれば、そんなに焦る必要はない。そんなに焦る必要はない。まだピークですよ、まだピーク。よいしょ。14上がってましたからね、さっき。でもそろそろ多分準ピークがね、顔を覗かせてくるんですよね。いやー、僕準ピークっつって。うるせえっつって。準ピークがなんだっつって。よし。OKOKOK。次、あれかな、3巡目ローテ終わって1周目に戻ったら、セーブかなって感じがしますね。今2巡目ですよ。さあ、アイテムがいい方。ばあちゃんよろしく。まずこれ6個買います。まあ、まずです。安定のね、大会はね、ある一定のランク行くまではもうガンガン公式戦だけで絞ります。公式戦以外は出ないです。ある一定のランク行くまでは、ある一定のとこ行ったら、あのドラゴンを再生するためのエキシビションマッチとか、そういうなんかちょっと特殊なやつが出るチャンスがあったら出ます。来たら、それが来たらそこでちょっと足踏みしますけど、そうじゃない場合は基本しません。基本もう公式戦オンリーで、寿命を削りたくないんで、あんまりで、問題は冒険だという感じですね。で、冒険もね、人気上がんねえと来ねえから、そんなすぐは来ないと思うんだよね、俺の予想では。で、来ないはず、感覚として。お前トーラシの水好きすぎるやろ、どんだけ欲しいねん。すっごい飲みたがってんな。あれかな、ビタミンもどきがちょっと喉に詰まるみたいな感じですか。そういう感じなんかな。よし、オッケー。ビタミンもどきがちょっと喉にうって。あ、ピーク終わった。ピーク終わりましたね。ピーク終わって準ピークに入りました。今準ピークでございます。ちょっと能力値伸びがおとなしく下降線に入りましたね。まあ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 、まだ準ピークですから、まだ恐るるに足らん、恐るるに足らんぞ。よし、頑張ってあげていこう。頑張ってくれ、ボック。頼む。お前ならきっと頂点を取れる。よし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 。いいね。成功。よし。いや、すごい能力値の上がり。これでようやくさ、800が見えてきた、800が。800見えてきた。700になったらもうあとちょっとだからね。なんだかんだ、なんだかんだ、桃で延命したおかげでかなり強くなってるのは事実。これを大切にしたいね。これ最後のチャンスだと思って。よし。いや、もう本当にゴンザレスは何かミスっても、もう次の台めっちゃ強いよ、これ。うん。時代がすごい強くなるから、
その点に関してはもう本当にね助かるよね。いいじゃんいいじゃん。ここでこの最後の賢さの底上げが入る感じで、変動床で回避を上げるのがメインとはいえ、賢さが最後上がってきてるから、これで一撃必殺といこう。大会はもう飛び級だよ、飛び級飛び級。もう一個ずつ上がんねえよ、もう一個上一個上いくよ。今まで行ったことない大会でも一個飛ばすかもしれへんので。いやもうそれぐらいはせんとね。よし大成功。いいね、きた700入りましたよ、大台。いいですね、700まで入った。よーし、さあゴンザレス、ビタミンもどき上げていきましょう。ちなみにモックとかこいつ早熟タイプなんですけど、早熟タイプすごい成長タイプ早いんで、なんつうんですかね、確かあれだよね、今のこの準ピーク終わった後の第5段階で寿命半分やったかな。第5段階入った段階で寿命半分ぐらい使ったっていう計算やったはず。第5段階入った段階で寿命半分って、これ今さもう8歳になろうとしてるじゃないですか。で8歳、4歳、4歳になろうとしてるから、要するに8歳まで生きるってことですからね、単純計算で。すごいよね。まあここから寿命減らすからもうあれなんですけど、別にそんな順当にはいかないんですけど、でもすごいよね本当にね、バケモンみたいに。まあバケモンやろ。バケモンはバケモンやけど、よし。まあそんだけ早熟ってタイプですから、変わってるのは変わってるんですね。あんまり楽な育成できる方ではないんですけど、よし。でも余裕あるよね。さあ700超えたんで、トレーニングがこれレベルめっちゃ高くなりました。すごい長くなりましたよ、この射的の距離。300で1個トレーニングのレベルが上がって、700超えたらもう1個レベルが上がるというような形になってます。だからめっちゃ長いっすよねこれね。いやでもこの能力値の上がりはもうきついね、しんどいもあるんだだいぶ。はい食べて、万全を期していく。すごい長いでしょ、ほらもうこのほら射的の横の星が3つになってるじゃないですか。これマックスです、もう難易度的にマックス、一番難しいトレーニング。すごい遠いのこれ、ここまで来るのが久しぶりだね。なんか感慨深いわ、ああこういうのあったなーっていう感じの思い出ししてます今。6って何やねん、6ってさ、6って何よ、ゴンちゃん、ゴンちゃん6って何、ゴンちゃん6はしんどいで。あらお花ですか、ありがとうございます、くれるらしい。いいとこあるね、6っちゅうのかな、辛いとこあるけど。夏味噌を食べさせて、さあこれで3巡目が終わりますから、終わったところでセーブという形にしましょう。さあ最後の射的いきましょう。いやいよいよ次回から戦闘が始まるんちゃうかな、大会、大会に出すよ多分これは。次回ぐらいから大会に出しましょうかって感じになってきますね。いやはやいやはや、まあ、楽しみなところもある反面、楽しみなところもある反面、ここからが本番ですね、リセットできないの。しかも上のランク目指そうってわけですから、運を味方につけないとね、勝てないませんから、やっぱり。さあ、食べた。いいね。さあ、ゴンザレス、誕生日で終わるということで、素晴らしい。4歳ですよ、もう。4歳。しかし、モックの寿命ではまだまだこれからということで。いやーすごいねー。いやーもっともっと強くなってほしいけど、もうそろそろ最後のあれかな、火を燃やしていくかな。もうそろそろ最後かな。6月4週になった瞬間多分一気にもう乗り口上がんなくなるからね。さあ食べて、 OK、 肌高々やし。さあこれからも頑張ってくれゴンザレス。さあ次始めた時にすんなり始められるように、私はオイリーオイルを上げておきます。さっこれで体力マックス、次回からいきなりトレーニング始めても大丈夫。はい、終わりのトレーニング乗り口こんな感じでございます。はい、非常に、上がってきましたね、4歳してもうだいぶ戦えますよ、ランクがランクで。もうこの能力値あったらリセットしていいんやったら多分クリア下手したらできますよ、リセットしていいなら。うん、リセットできない縛りなんでちょっとあれなんですけど、リセットできないやったら多分全然クリアするとこまでいけると思いますけど、なんでしちゃったんやこれ。
はい、すごいとんがった呪口ですけれども、これから先楽しみですね。じゃあセーブしていきましょう。セーブ忘れたところでした。さあセーブして、はい、じゃあここからご加入していただきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあということで次のパートも見てください。それではお疲れ様です。